トヨタ、アルファードでガチ車中止まり。どのくらい快適なのか。トヨタ、アルファードといえば、高級ミニバンの代名詞としても有名ですが、そのゆえん、理由の一つ、発酵席の優れた快適性にあります。では、そんなアルファードで車中泊をすると、どのような感じなのでしょうか。2015年に登場した現行型アルファードは、 2017年にマイナーチェンジを行いました。そのタイミングでデザイン変更が行われたことで人気が徐々に高まっていきます。100万円台から存在するコンパクト、各社から様々なモデルが展開されるミドル、そして300万円台後半からという高価格帯のラージなど、大小の競合ミニバンが国内市場にひしめく中でも、 ここ数年ではミニバン新車販売台数ランキングで首位に輝いたこともあるなど、アルファードの存在感は群を抜いています。そうした中で今回は2021年5月10日に発売されたアルファードの特別使用車、スタイプゴールドにで車中泊をしてみました。スタイプゴールドには、 フロントエンブレムが従来のシルバーからゴールドに変更されているほか、内装にサンバーストゴールドの木目調パネルや、ゴールドスパッタリング加色を随所に施すことで、さりげないゴールドの華やかさを演出した仕様です。今回の個体7人乗りは、2列目シートが独立したリラックスキャプテンシートオットマン付きとなっており、 シート横に配置された3種類のレバーにより多彩なレイアウトが可能となっています。一番前下側のレバーはオットマンを上下に動かすもの。真ん中のレバーはシートを前後左右に動かすもの。後方に備わるのはリクライニングのレバーです。特に真ん中のレバーではシート位置を中央に寄せて後ろに下げることでスーパーリラックスモード。 という2列目の空間が最大限活用できます。さらに2列目の背もたれを最大限倒すことで、リアシートフルフラットモードとなり、車中泊がしやすくなります。今回は、単純に2列目シートのみをフルフラットフラットオットマンにした状態と前述の、リアシートフルフラットモードの2つのパターンで、 身長1 7 0センチメートルの男性編集部員1名が車中泊を体感しました。昨今ではより快適に車中泊をするためにエアマットなどを活用しますが、今回はそのままの状態で行います。また今回の個体にはディーラーオプションとなる、室内カーテン1へフォーマルプリーツタイプが装着されていることもあり、 外からの光が遮られるほか、プライバシー保護にもつながります。まず2列目シートのみフルフラットフラットオットマンにした状態では、ある程度の短時間における仮眠であれば問題ありませんが、長時間になると窮屈さが気になってきます。一方のリアシートフルフラットモードでは、幅自体は大きく変わらないものの、 身体の位置を前方より後方よりとある程度の自由度があるため、2列目シートだけで寝るよりは窮屈さは感じません。なお、就寝時、シートの段差や凹凸などはさほど気になりませんでしたが、より快適さを求めるのであれば、キャンプ用のエアマットなどで、寝床を補正してあげるとさらに寝やすくなるでしょう。なお、上級グレード、 エグゼクティブラウンジには、極上の心地良さを提供するエグゼクティブラウンジシートを採用しますが、座席左右に格納式テーブルが収まる大型のアームレストが備わります。そのため、移動空間としての快適性は高いですが、もしエグゼクティブラウンジシートで車中泊をするとなると、 こちらはエアマットなどを活用する前提で考えた方が良さそうです。アルファードには前述の通りエグゼクティブラウンジシートとリラックスキャプテンシートオットマン付きが存在し、どちらにしても他モデルの2列シートよりは快適に過ごすことができ、寝るということに関してもキングオブミニバンと言える存在です。